大団長曰く、僕みたいな若者はもっと肉を食べて力をつけ、体を鍛えるべきだそうです。丈夫で筋肉質な体にはちょっと慣れそうにないんですけど。こんにちは。あなたの声が聞けて元気が出てきたような気がします。ええ、本当にありがとうございます。こういった料理はとても貴重で、食べてしまうのが惜しいです。コレクションとして持って帰ってもいいでしょうか。こんにちは。あなたの声が聞けて。本当にありがとうございます。味も量も火の打ち所がありません。お気遣いありがとうございます。なんであれ、これはあなたが僕のために作ってくれた料理です。必ず完食してみせます。本当にありがとうございます。味も量も火の打ち所がありません。なんであれ、これはあなたが僕のために作ってくれた料理です。本当にいい味だぜ。これ以上食ったらもう蛍光色なんか食えなくなっちまうかもしれないな。
立流呪言立流